れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。まあ、美味しい。かっこちゃんおすすめの？そう、ものやなんですけど、本当は違う方行きたかったんやけど、うん、ちょっといっぱいやったから初めての方来ました。はい、でかずきも知らないメニューがいっぱいです。なんかロボット焼きって書いてるな。ロボット焼きめっちゃメニューあるな。あ、ありがとうございます。来た、名水晶来ました。はい、あれです。美味しそう。どて焼きも来ました。美味しそう。めっちゃ美味しそうよな。めっちゃ美味しそう。食べに行きましょう。食べよう、食べよう。いただきます。いただきます。メッセージをちょっと食べよう。これってさ、何、大根とさ、別々で勝手に自分で合わせて食べるって感じ？そうちゃん。いやんな。なんかこの新しくない？あ、大根ちゃんは、うん、お前も、うん、新しい。なんか、大根一緒でなってるような感じる。トマトメッセージ。美味しそう。そう。いただきます。マジでうまい。なんか暑かったからさ、ほんまに嬉しい味。さっぱり、うん、なんか大体失われた栄養を今補給した感じ。しばかったよな、カツキラ列並んでる時とかさ、絶望な顔だもん。しかも列間違えるしな、うん、こっちやって間違えて3回ぐらい並び直した。いや、多かったもんな。多かった、あんなにさ、並んだことないねんけど、うん、うんって言ったことあるみたいな時だけど。ちなみにこんな、なんか初めてお酒飲みますみたいな顔してるけど、3杯目です。3杯目、球場で2杯飲んだもんな。うん、おいしい。お酒によく合うわ。うん、これが私がいつも違う店舗で頼むコロッケです。めっちゃ美味しそう。でかいよな。でかい。食べていきましょう。食べよう。はい、じゃあコロッケ食べていきましょう。でかい。マジでかい。でかい。今でかすぎ。これでかい。めっちゃでかい。伝わらんよな。あ、ピーマンじゃないか、大葉？わぁ、すごいよ。これ、何なん？なんか、ジャガイモ？ジャガイモ。入れちゃった。食べましょうか。いただきます。あ、めっちゃいいよ。すごい。すごくじゃない？すごくマジで芋の美味しさ味わってますみたいな。うまい。今素材の美味しくいただいてますって感じだもん。マツカレの水ナスの浅漬け、うん、浅漬け明太子の天ぷら来ました。いやー、これも美味しそう。マジ美味しそう。ありがとうございます。てかめっちゃ辛いとこなかったの。大丈夫？生姜？めっちゃ辛かった。でも美味しい。夏やわ。さっぱり。明太子も食べていきたいなと思います。しかもお酒飲んでてちょうどいい辛さ具合みたいな。なんか明太子とかたらこって火かけすぎるとボッテボトになるけど、なマジでなってない。ちょうどいい。マジ明太子食べてますって感じ。美味しい。みんなほんまに食べてほしい。食べてください。